青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はですね、弦高が高くて下げたい場合、このサドルの底を削るという話なんですけど、今度逆に上げたい場合はどうすればいいかという話です。まあサドル自体をですね、新しいのを買っていただいてはめていただく、これでまあ弦高変わるんですけども、この買う時にサドルの幅ですね、幅と、この厚さ、いろいろ高さ、測っていただいて、それと同じサイズのものを Amazon で買えば、牛骨製のやつでもそんなに高い値段ではないと思います。1000円しないぐらいで、買えると思います。サドルとナットのセットで、それぐらいで買えると思うんですけども、買う前にですね、その、試しに上げてみるという作業ですね。簡易的な話ですけども、こういうキャッシュカード的なもの、これをサドルの幅に切っていただきます。これ、ハサミを使ってですね、まあもちろんあのカッターとかで切っていただいてもいいですけど、これ割と厚い素材なのでハサミで切りました。これきちっと切り取りましたね。はい。で、このサドルの下に挟むわけですけども、まず弦を緩めます。4本とも弦を全部緩める。今回オースティンの AC100 というウクレレなんですけど、これ弦高もともとバッチリなんですけども、ちょっとこれ取りやすいということで、試しに、使ってるんですけども、このこう横から見ていただきますと分かりますかね。サドルが見えてますね。このサドルは横から引っ張ったら抜けます。はいはい、この手のものは横から抜けません。はい、これ横から見ていただくと、はい、サドル見えてないですよね。上から抜くしかないんですけど、このタイプは弦を外してから抜く必要があるんですけども、こういうブリッジのとこ横から見ていただいて、サドルが見えてるもの、これっていうのはそのままスライドさせると取れます。こういうことですね。これ弦をこうやっていただいて、こうするとあの弦に、通常のチューニングしてる状態では弦に力がかかって、でサドルをグッと押さえ込んでますので、こうやって動かないです。必ず弦を緩めて、で取っていただくと。はい。で先ほどこの切ったやつですね、これもサイズをきっちりとこのサドルと同じ大きさに切ってください。はい。今回あの見えやすい、分かりやすいようにちょっと大きめに切りましたけど、こういう感じでですね。でこのサドルですね、抜くときにどっち側が1弦側にあって、どっち側が4弦側にあったかっていうのをちゃんと覚えておいてくださいね。印つけるかなんかして、逆に入れないようにしていただいて、で今度これを、サドルの先ほどのこれを乗せたまま、これを戻します。はい、スーッと戻しますね。はい、こういう感じで仕込み終わりました。ちょっと分かりやすいように、下側にスペーサーとして入れたこのプラスチック部分ですね、はみ出るようには、しました。はい。通常はこうやってはみ出さないように、あのサドルと同じ大きさで切るわけなんですけども、ちょっと見えやすいようにですね、分かりやすい。でこれで、またチューニングをしていただくと。はい、こういう感じで、出来上がりました。先ほどよりもこの間にスペーサーかました分、だいたいコンマ5ミリぐらいですかね、弦高上がってます。はい、こういう感じで弦高を上げることができます。で弦高を上げるとどういう効果が出てくるかというと、ビビってたウクレレがビビならなくなったりとかですね、あとは、音量が上がります。はい、それからテンションも強くなりますね。はい、そういう効果が出てきますので、下げるばっかりじゃなくて、低すぎて弾きづらいっていうウクレレはこうやって上げていただくといいと思います。あとまあこれはあのプラスチックの素材、カード類ですね、そのキャッシュカード的なそういうやつを切って挟んだわけなんですけど、ここに挟む素材によって音質も変わります。厚紙名刺とかですね、厚めの名刺とかを切って挟んだりすると、硬かったウクレレの音がマイルドになったりします。実はですね、 BJ がメインで使っておりますコアロハのウクレレ、はい、このコアロハのウクレレ、実はこのサドルの下に紙を1枚引いてあるんですね。名刺の薄い、アートポスト 220g っていうやつですかね、それを挟んであります。
はい、名刺ですね、名刺を切ったやつを。でそれでもともと硬かったのがすごくマイルドなコロコロとした音に仕上がっております。な音ですね。まあそういう効果もあるんですね。で通常からそれで使ってます。はい、まあこれはBJ が勝手にやってることって言いますか、まあそもそもこういうのを思いついたのは、アコギですね。有名メーカーの、もう老舗の有名メーカーのアコギを買ってきて、一回弦を交換してる時サドルを外してみたら裏側に紙が貼ってあって、あ、こういうのありなのと思ったところ、またはですね、エレキギターですね。エレキギターで、これも有名な老舗の、まあエレキギターを一番最初に発明して販売したメーカーですかね。ここのネックが4点のボルトで止まってるやつ、そのボルト外したら間にスペーサーとして厚紙が引いてあったんですね。こういうのはありなのとずっと思ってたんですけども、それでちょっとこのサドルの下にも、引いてみました。簡易的にやったら実は音質がすごくこうマイルドになって良くなったということで、それからやっております。まあリペアの専門家の方、ウクレレ作ってる方からすると、なんじゃそりゃって、そんなことやったらダメだ、直接音を響かなせければという方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ BJ 的には音がいいので良しとしてます。これはまああくまでもBJ の個人的な、考えですので、皆さん真似しなくても大丈夫ですからね。これが正しいと言ってるわけではありません。こういうやり方もありますよということでした。はい、原稿をそうやって上げる。はい、またそれでいろいろこう弾き心地も変わってきますので、バランスが変わってくると余計なったりとかですね、ならなかったりとかいろいろあると思いますので、そういうのも試してください。はい、 BJ のウクレレ講座、今回は原稿を上げてみましょうというお話でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない、大事なものはその先にある、すべて目に見えるわけじゃない、何も静かにゆっくり時を待つ。